源泉チャンネル第17弾は十勝川温泉観月編。よいしょー、来ました。初めてですね、十勝川温泉。初めてですね、十勝川温泉がね、初めてですね、はい、今日はですね、まあ、温泉も素晴らしいんですけど、はい、サウナが、うん、リニューアルしたっていうことで、はい、フィンランド式に変わったということで、はい、来てみました。ありがとうございます、はい、これいつリニューアルしたんですか？これ5月ですね。5月、はい、じゃあまだほやほや で、ね、まだ知らない方も多いのかな、はい、そうですね。僕ね初めてなんですよ。あ、初めて、はい、リニューアルした瞬間から行こうって言ってたじゃないですか、うん、だから撮影の日に初めてにしようと思って、うん、ああ、そのテンション、あえてね、そのテンションあえてね、うん、観月園の副支配人塚原さんいらっしゃいますので、はい、じゃあ一言お願いします、はい、いいんですか？あ、どうぞどうぞ、はい、よろしくお願いします。十勝館内でもですね、数少ない、セルフロウリュがお楽しみいただける、はい、サウナに5月リニューアルいたしまして、ありがとうございます。非常に新しいお客様が多くお越しいただいて、好評いただいているかと思います、うん、で、うちのやはり自慢は十勝川を眺めて、はあ、ゆっくりと、うん、くつろぐことができる外気浴なんかもですね、特徴があると思いますので、早くやりたい。今日はその辺をよろしくお願いしたいと思います、はいはい、リバービューですね。リバービュー、リバービュー、早く行きたい。じゃあ行きますか。はい、行きましょう、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。じゃあ行くぞ、行きます。あー、来ましたね。来ましたね。久々ですね、私。あ、もう、じゃなくて、関係店さん。奥さんとね、まだ結婚する前にデートで来た記憶があります、ね。あら、もうキューピッドの犬じゃないですか。うん、まあそうですね。ありがとうございます。てか、何ですか、これ。これはなんか、ヒノキの丸太で、要はもう香りを楽しむために、設置されてる。結構、ね、うまい。すごい、水含んでるから。すげえ、ほんとだ、うん、ちょっと伝わらんと思うけど、こういうなんか、遊び心いいですね。いいっすね。そうなんですよね、ちょっとした遊び心で良くなりますよね、うん、すげえ。どうですか、ボール温泉ぐらい。温泉、そうですね。観月園さんのお湯は、共同で使ってる源泉で、あ、このお湯は温泉会、この会話で、はい、確か同じこの源泉なんですね。なるほど、はい、そうなんですね。で、なんか帯広と違うのは、うん、帯広は源泉は1300メートルとか1600メートルくらいからまで掘って分けてるんですけど、うんうん、はい、十勝川温泉は500メートルくらいから浅いですよね。浅い割に高い温泉が湧き出てる。温度高いですよね。そうです、53度くらいが湧き出てるんですよね。普通のロンリで言うと低いですよね。そうですね、低ければ、うん、低いっていうのはまあ普通の考えだと思うんですけど、500メートルだったらなんか僕らでも触れるかなみたいな。そんなことある、ね。まあでもあれですよね、湧いてたんですよね、昔から。そうですね、浅いから、うん、薬の沼、うん、アイヌの方から言われてたらしいですね。ああ、歴史が歴史は古い、古いのはやっぱ浅いからっていうのもあると思うんですね、うん、なるほどね。なんて言ったら毛利温泉のパイオニア的な存在ですね。あ、十勝川温泉が、はい、今までね、十勝川温泉に来てなかったっていうのが、はい、またちょっとね、またちょっと気になるんですか、うん、これはまた僕が番外編。番外編だね。多分全国の人から毛利温泉って言ったら多分十勝川っていう声は多分多いんじゃないかなと。ああ、やっぱそういうイメージがありますね。なるほどなるほど。で、サウナ。サウナ。サウナ。ながら。体だったら、まあ、まあ好みなんですけど、自分は体ちょっと温めて、うん、サウナで、うん、体温めやすく。事前にね、これ余熱ですよね、この段階は今。僕もね、同じ派です。うん、ちょっと軽く体温めてから入る。うんうん、で、まあ、ちょっと温めて、サウナ
聞くっていうのが僕のルーティンですけど、帰る前のね、この温泉が、この盲導温泉って最高ですよね。そう、贅沢ですよ。サウナ前の行動にちょっと僕はちゃんと思いがあって。そうなんですよ。そうなんですよ。まず毛穴を開くためのサウナなんで、まずサウナ前にやることはその準備。そうですね。じゃあ毛穴の汚れを取りましょう、ね、体温を温めて、ね、あの温度に高温に開きますよっていう問いかけてるんです、ね、それを温泉でやっていただく。なるほど。マナーの意味もあるし、汗をかきやすくするっていう意味でも。そうです。体があったり、こう体を温めたりっていうのはね、大事です、ね、あると思います。なるほど、なるほど。じゃあもう我慢できなくなる。我慢できない。早く行きたい、早く水かけたい、ね、行きましょう、行きましょう、はい、ねえ、来たー、来たー、サウナ室、いい、いや、いい照明ですね、うん。まず入った瞬間、この香りがすごい、香りに、うん、白樺のビヒタの香りですか。うん、白樺の香りだね。トカチが香りますね。うん。で、まあすでにちょっとね、こう湿気もありますしね。うん、確かに。うん、いい感じですね。ちなみにまず、はい、ロールちょっとしますね。はい。今日はモル温泉ですね。かけてるのが最後。温泉ソムリエ、リアルな。モル温泉の成分蒸気で浴びていただきます。うわー、はい、すごい。ツルツルじゃないですか。でまずリワタイム。スペースペース。あ、熱のシャワーが来てます。はい、上から、はい。来て。いや、久々ですね。あの東京とか札幌以外でなんか味わえないんで、そうですね、このパフォーマーがいるロウリュっていうのは。確かに。行きましょう。はい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 。はいはいはい。はいはいはい。ああ、なるほど。家で練習してました？いや、熱波試験って持ってるんで。なんだよ、熱波試験って。なんかいいですよ、なんか、ね、熱波が見えるようですね。そうそう、上からこうふわーっとかかってきますね。いやー、やっぱ違うんですよね、汗の量がね。いい汗かいてますわ。うん、よっしゃー。あー、結構やっぱね、我慢するものじゃないですから。ええ、よし。あー、18.3度。ちゃんとね、温度計あるんですよね。うん、だからなんか、ここ足出せんのがいいですか。足で一番冷たくなるんですよ。足出したいと思ったことが、僕も足の甲が一番くる。足の甲ね、痛くなるね。足が結構一番冷たくなるんで、うん、こうやってやるのは結構自分好きです。こうやって結構長くは。お待ちかねの外気浴です、ね、うわ、広いね。露天風呂、あ、最高。そしてここいける、ここいいんですか。いや、これあ、これはいい、いや、これ贅沢ですね。いや、贅沢ですよ。自分たちだけだったら、うん、最高ですね。で今日もね、7月なのに15度とかですからね、うん、いい温度ですね。風も気持ちいいし、うん、年中楽しめちゃいますね。夜がめっちゃいいんですよ。夜がいい。夜がこう、橋、十勝中央橋、はいはいはい、十勝川温泉にね、はい、来る橋ですね、はい、それライトアップされてるのがちょっと遠目に見えて、遠目に。で、晴れの日はもう星も見えて。出た、はい、また願い事叶えるんすか。ミスターは結構ロマンチストなんだよね。いや、外気浴で行ったら多分なんかめっちゃ近い。万世温泉とか、うん、同じくらいいいっていうか、うん、まあロケーションはね、ちょっと、はい、万世温泉特別ですけど、うん、その環境、うん、環境いいっすよね、この椅子、うん、いやでも一番広いっすよね、外気浴。一番広いし、綺麗だし、うん、寝そべりたい、うん、結構その外気浴できる施設でもやっぱり裸なんで、この塀があるじゃないですか、うん、囲いがあることで風が来ないんで、うん、ここは塀がないですからね。そうだから、いい風が入ってくるんですよね、うん、これがまたいいなと思います。
遮るものが何もないっていう、そう、景色もね見えるんで、景色とやっぱ風が入ってくるっていうのはいいんじゃないですか。さっきリスいましたしね、リスね、今もいっぱいいますよ。マジっすか。野生動物も見えますね、ここから。なおかつ、うん、まあここ今この地勢の整え椅子ですけど、よくある、はい、ちょっと寝っ転がれる椅子を置くかもしれないっていう、あ、ここにね、はい、さっき言ってましたね、はい、塚原さんに聞いたんで、それもちょっと期待ですね。いや、寝っ転みたいですよ、ここ、ほんと。ここ寝ちゃいますよ、ほんと。マジで。ずっと行っちゃいますよね。うん、バーベキュー始めちゃいそうですね。確かに。すごい。いくらなんでしたっけ？日帰りは1500円です。1500円、はい。税込み？税込みで。時間は？日帰りは午後1時から、夜の9時まで、21時まで。で、はい、最終受付が、20時ですね。はい。で、3時に宿泊者のチェックインがあるので、うん、日帰りだと1時から3時だと宿泊者さんがいないので、かなり、空いた環境が多いという、特に平日。これいい情報ですよね。いやー、そこ狙っていきたいですね。やっぱりいいよね、うん、で、あれですね、日帰り温泉もタオルついてるんで。ああ、そうなんですね。手ぶらで、まあ、シャンプーも備え付けあるんで、うん、もう手ぶらで行きますよね。うん、確かに。で、朝食セットもあるという、うん、デートにいかがでしょうか。デートにですね、僕ねいいんかな、つけ麺の田楽めっちゃ好きなんですよ。ああ、いいですね。デートにね、はい、うん、つけ麺食って、うん、デートにサウナ入って、ここら辺結構あの飲食店ちらほらいいとこあるんですよ、うん、はい、で、あれですよね、ハピを寄って帰るんですよね。あ、ハピ寄って帰ります。僕はね、音吹に入ったらハピを絶対寄るんで